バロン・ポンダルクはフランス・オーベルニュロー・ヌ・アルプ地域圏、アルデシュ圏のコミューン。バロン・ポンダルクは戦死時代の文明をめぐる観光の中心地である。冬は静かな小村だが夏には人口が10倍に膨れ上がる。その観光における重要性は主としてアルデシュ渓谷に降りる場所にあることから来ている。ンダルク・バロン・ンダルクは フランスで最も美しい場所の一つ、アルデシュ渓谷の入り口にあたる。有名なポンダルクは、アルデシュ川に架か,かる60メートル以上の高さのある、天然のアーチである。バロン・ポンダルクは、テル路線が停車する、バランス TGV 駅及び、モンテリマール駅からバスで往復可能である。同じく、アビニョンとオーブナカンを走る県営バスも走っている。ショーベ洞窟は、 戦史時代の洞窟壁画が残る。そこには420点の動物画がある。多くは直接的な日付が放射性炭素年代測定によって BP3 万1000年前と判定され、ほぼ一貫性のある結果となった。科学界は、小下洞窟がオーリニャック文化の時代から存在し、世界最古の洞窟壁画であることに万丈一致で同意している。洞窟は、 ラコンブダルクという地、ポンダルクが水の侵食で生まれる以前はアルデシュガーの湾曲部であったところにある。1994年12月18日、洞窟をジャンマリー・ショーベ、エリエット・ブジュネル、クリスティアン・イレールが発見した。ラスコー洞窟、コスケール洞窟、キサック洞窟とともに、ショーベ洞窟はその壁画の美の質の高さにおいて重要なフランスの洞窟の一つである。また、 古生物学及び壁画美術の観点からも大きな科学的関心を持たれている。オーリニャック文化の時代に描かれた壁画は非常に多様な技術が習得されたことを物語っている。一般的に旧石器時代の芸術の場合の主題は動物である。1801年、サンマルタンダルクがシャムと合併した。1825年、シャムがバロンと合併した。 1948年、バロンは、バロン・ポン・ダルクとなった。バレンとは、オック語のバレンをフランス語化したもので、これは、ガリア語でリンゴを意味する、アバロから来ている。この語は、設備時のマイナスワンを伴うと、リンゴ絵を表す。1243年頃、カストラムでアベローンという名が記された。15世紀のバロンは、サンサロニンでアベローンと呼ばれていた。しかしその後、 名前は、アベローンと、簡素化された。数世紀経って、もはやリンゴから参照した名であることは理解されなく、なっており、アベローンは、オック語で、バレン、フランス語でバレンとなった。1948年、観光上の理由から、単なるバロンからバロン・ポンダルクが正式名称となった。参照元、1999年まで、イヘス、2004年以降は NSEE。 ありがとうございます。